芸大の入り方は結局のところやっぱ努力。そう、死ぬほど努力。僕フォルテ。おはようございます。フォルテです。こんにちは、チノデッタです。はい、どうも、はじめまして。チノデッタ君のことは皆さん知ってますでしょうか。あまり再生されてないあの動画でコラボしたことです。10の4をね、サックスと一緒に吹いた、友達なんですけども、まあ、彼も日本一のサックス少佐で、過去に優勝、日本で、一番になった経験もあり、そしてさらに東京芸術大学というね、僕が落ちた大学に、ちゃんと学生として今も留まっている、まだ卒業をするのが惜しいと言われ、学校を留年した天才サックス奏者でございますよ。今日はそんな彼と対談をね、していきたいなと思いますよ。ここまで言ってよかった。いや、言ってって言ったけどね、大丈夫。東京芸大は、どんなことをして入ったの？っていうのが聞きたいなと思って。なるほど。何をしてます？あのね、練習めっちゃした。練習。本当にめっちゃした。やっぱり。全然今の多分、本当に4、5倍リアルに。高校生の時？高校生、あ、そう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 。その日本で優勝した時？そう、高校の時に、はい、音楽高校だったんだけど、はい、本当に練習室、問題とかにも、まあ、あった。大学に。うん。大体そういうのってさ、部屋いっぱいになって。いやもう僕のところはすっかすか。あ、ほんと？うん。で、結構オンラインだと、オンラインだと、部屋、ずっと満室なんだよ。はいはいはい。練習室難民っていう人が出るぐらい。あ、もう急難します、僕の大学。そうなんだけど、で、俺の高校は、もう全然練習室ガラガラみたいな。でもそれは練習してない人がどうこうじゃなくて、もうとにかく生徒の数に対して練習室めっちゃあるみたいな学校で、まあ練習環境めちゃくちゃ良くて、で、俺の代も、こう、割とこう、あれも日本のコンクールで優勝したけど、俺以外にも何人かそういう人がいたりとかして、で結構みんなで頑張ろうぜみたいなことで、高校の3年間は朝4時半ぐらいに起きて、で朝の6時過ぎぐらいには学校着いて、でホームルームで8時半ぐらいまでは練習して、で、まあ、もちろん早く弁当食って、昼休み30分練習して、で夕方も授業終わったらもう学校閉まるまでちょっと練習みたいな感じで、もう3年間毎日それをして、とにかく練習しまくってたって。やっぱりね、結局は努力っていうのが全部ありましたね。相当努力しとった。まあ、当時もめっちゃ練習した。やっぱさ、俺もさ、一回めちゃくちゃハマって死ぬほどピアノ弾いた時だったけど、なんかね、ハマっとる時って楽しいよね。そうね、そうね。でもね、俺社会人になって思って、ハマっとるっていうのは、その生活できるとはまた別だったというか。ああ、確かに。そう、これものすごくね、うん、酷なことを言うようですが、ハマっとるけど、それが別に生活できるとは本当に別で、その時は学生だけん、すごくそれに没頭しても問題なくて、学生ってそういうものだから、僕もその学生の時にしてよかったなって本当に思うし、で、実際その社会人、もし来年卒業して、その今の状況感じでハマってたら恐怖でたまらないの。やばいだろうね。やばいよ。やばいよ。本当に。でも、いや、これ言っていいのかわかんないけど。言っちゃって。まあ、ぶっちゃけ、はいはいはい。やっぱり、そうやって練習してきた人たちが芸大に、まあ、みんないるわけよ、ね。うんうん。で、そのまま高校生の延長で大学生になって、うん、はいはいはい、で、そのまんまの延長で社会人になっていくっていうプレイヤーやっぱりめちゃくちゃ多い。お、これはどういうことかな。なんか、ね、僕がそれじゃダメだよな、ダメだよなっていうか、うん、それ僕がそれじゃ僕の場合はやっていけないなって気づいたのが、うん、そう、やっていけないなって気づいたのが、大学入ってやっぱりこうコンクールとかもあって、はいはいはい、過去のね、うん、あったから結構お仕事いただいたりとかして、うん、まあ、食えるなっていうぐらいはもう1年目からいただいてて、だけど人から言われた時間にそこに言われた場所に行って言われた音符を吹くみたいな音楽ばっかりなわけよ。で、いや俺これするために音楽やってんじゃねえと思って、はい、で全部音楽やめたんで、うんうん、で本当に練習めっちゃしてたけど、一切楽器ケースを開けないぐらいにもなって、で、1年ぐらいバイトしまくってたみたいな感じだったんだけど、でもやっぱりそのバイトとかしてみると今まで全くしなかったから、こういろんなそのなんか世の中のさ、ことが分かったりとかして、そもそもいろんな人いるなってところからさ、本当に、うん、でもまあその経験があったから、もう音楽の仕事とかも本当に全部やめて自分の好きな音楽でやろうみたいなことを考え始めたら、今度はやっぱり練習以外にもすることめっちゃたくさん出てきて、まあ、それもそれで、まあ、すげえ楽しいけど、もっと時間欲しいなって思ってて欲しいみたいな感じでもあるけど、うん、まあね、実際やっぱりその
音楽の人たちってやっぱどうしてもまあ僕も含めやっぱ研究することが好き、結局原点で言うと、その生活したいとかは置いといて研究することが好きだけど、学生の間はそれは没頭することが仕事だから、うん、学生の間は、うん、だけどそれは今その楽しくてめちゃくちゃ研究するけど、うん、社会人になった時に研究するだけではその厳しいという大きな壁にぶち当たる、うん、その時に例えば YouTube とかをそのうまく運用してたら、少しでも気持ちが楽になるだろうし、うん、やっぱその YouTube っていうのは例えば自分の好きなことを発信できるから自分の好きな人たちが集まれる場所、あ本当に ね、その自分が主催しとるサークルみたいな、僕で言ったら明るいクラシックピアニストが好きな人たちが見てくれてる集まりがあるっていう感じで、もう本当にもうサークルの長みたいな、サークルの部長だと思ってずっと YouTube を運営してて、そうめっちゃ楽しい、だけんみんな今いつもたくさん見てくれてる人がおって、うん、もうただ単に僕はもう今は本当に楽しい状態をずっと続けてる、うん、もうだってよく考えるとおかしくね、4月末から始めてもう220本ぐらい動画投稿しとって、もう俺としては朝練みたいな感じ学校行っておはようみたいな、ね、投稿しとかんとやばいみたいな感じで頑張って投稿、頑張ってて普通にもう日常になって、いやすごいよな、一日の生活の中にさ、もうそれが完全に組み込んでる、そうそう、もう当たり前、投稿せんといけない症候群になってしまったもう本当にあのやべえ、みんなからのコメントがこのやべえ大丈夫かな、サークル解散しちゃうと思って慌てて頑張ってしまうしYouTuber の鏡、そう鏡なんよ皆さん YouTuber の鏡です、目指すいや大変よ、まあ、だよね、うん、でその血のテッタは、まあ、今後、うん、その音楽家として、うん、そのまあ、演奏会に足を運んでもらいたいっていうのをずっと言ってると思うけど、うん、やっぱりその芸大としては、うん、でもタブな、そのネットを使った売り方というかエンタメ性というか、なんかそのピアノは分からんけど管楽器の場合は2、3年前ぐらいにこうちょっとずつ演奏動画をツイッターに上げ始める風潮が出てきて、でそのぐらいの頃はまだ全然まあ芸大生もやってないから風当たり強かったんだけど、今年入ってからとかはもうむしろそういう発信してないとダメだよねみたいな空気感には、まあ、実際になってて、で、まあ、僕の一校上の代までは管楽器の吹奏楽、その代の吹奏楽っていうのが毎年あったので、ね、で、俺の代からなかったと思って、で、俺の代から下誰もやってないの、それだから、で、その個人技っていうのがすごい大事になって、で、個人技だったらやっぱりみんな自分で発信しないとみたいな感じになってくるから、まあまだ風当たりは強いけどちょっとずつなんかそういう流れが変わってきたとは思う、ね、おー、素晴らしいですね、いい流れだよね、でもまあライバルは増えるよ、あ確かに、そうやっぱね、ライバル増えるっていうのはいい意味でもあるし悪い意味でもある、首を絞めることにもなるし、でもその分盛り上がるっていう意味にもなるけどね、盛り上げたいなって俺もすげえ思うから、まあ俺の場合はさ、実際自分の演奏ももちろん聴いてほしいけど、もうそれよりもなんか俺のやっぱ芸大なんてさ世界トップの同級生とかめっちゃいるわけよそういう人たちの演奏マジで聴いてほしいなって思うし、そっちにつなげていけられたら全然、個人的には俺は全然いいというか、むしろそういう活動をしたいなって思ってるから、そういう動きが出てきてるのすげえ俺も嬉しいよね、まあ、芸大の入り方は結局のところやっぱ努力、そう、ね、死ぬほど努力、うん、死ぬほど俺の努力はまだ足りなかったという感じですねいやでも本当死ぬほど練習してたよ、うん、あとはでもまあ一応傾向とかも健康傾向傾向、あちゃんとこういう演奏がどうこうみたいな、ちょっとめんどいけどね、まあ俺は知らない行ったことないからいやいやでも、まあ、あのコンクールとかもそうだ、はいはい、そのコンクールによってこういう傾向があるから、うん、こういう演奏がある、まあね、やすいとかもあると、でもそこに合わせられるような技術っていうのは、まあ、だって現場とか社会で絶対必要だし、だってフランス料理のコンテストで焼きそば持っていったら出されるみたいな感じよねそうそうそう、でも焼きそば界では最も美味しい存在で人気なんです、だけどフランス料理のところで行ったらボンジョーって蹴られるそうやられるけどねそうそうそう、まあそういう技術を、まあ、身につけるっていう面ではそういうその受験生の過ごし方、まあ良かったかな、うん、なるほどね、まあ努力ができる人っていうのがやっぱりね、まあ、でも稀に天才って俺やろ、いるね恐ろしいぐらい俺やろでもね天才もねやっぱやってるよ、やってるけど、うん、でも俺たちいいからよ、
やってるレベルが何やってんだろうね、じゃあそうしない、これ多分なんかあの頭にチップとか入れたよね俺2050年ぐらいから多分あの何飛んできた人だと思ったよほんまに。いやでもほんまにおかしいよね、うん、でもできる人周りにおるやん、ね、いる芸大な、俺結構集まってる？いや意外と芸、いや芸大もそういう人たまにいるけど、実は一般大とかにもたくさんいるな。あーやっぱり、いやでもそうそう、でもそうよ、ほんまに？でもそうよ、でもそう、だって音大生みんな知ってるから。おはようございまっちょ、そう、音大生みんなおはようございまっちょ知ってて、まあその音大生もこう、まあライバルとは、まあ、思ってないと思う。実際そのなんかこんばんマッチやってくれるんだよだからそのなんか演奏ではもうもちろんライバルするとこあると思うけど、でもまあ生きる世界は違うなって思ってる人もいるしそうや、そうや、そうそうそうまあ僕はね、あの静かな街でいい十分騒がしいでもまあそういう人もいるけど、でもこう音大生からも注目されてるし、結構やっぱ注目してる一般内の、一般で の, そのピアニストとかでも注目してる。まあ今めっちゃ増えたよね。そうそう、サックスもあの東大のサックスサークルって結構有名で、何だろうな、あの東大、そう、いや本当にそうなんだ、天才だったんだから、天才だった、ふざけんな勝手に勝手に、さすができすぎやろみたいな、本当カッキー見てるお前できすぎやろ本当に天才や。いや僕はまあ楽しいですみたいな感じで、ほんまにすげえな。でも本当にあのピアノを楽しんで弾くことが、うん、もう本当に純粋にもそう、多分それを見るのが好きなんよ、俺たちも。そう、俺的にカティめちゃくちゃ好きで、あの人が弾いてるのが楽しそうでたまらんけん、うん、本当にあの好きなんよ、カティ。こういう演奏音楽家が増えてきて、うんうん、そうだね、やっぱ純粋に音楽を楽しんでる姿をやっぱ発信していきたいなって思うよね、うん。まあ俺もじゃけんこのまま今の状態で頑張っていくし、まあ、血の手多分 YouTube やな。そうね、 YouTube はね本当にもうこれからの時代絶対必要になってくるからこそ、うん、みんなにやってもらいたいけどやってほしくないでございますいやでも頑張る。まあサックス、まあ、ピアノはさ、こうやっぱなんだろう、音楽業界ってピアノとかバイオリンとか、はい、ピアノバイオリンぐらいからこうポンポン出てくる。まあ、ね、サックスだってクラシックのイメージないじゃん実際で、クラシックファンでも、え、サックスってクラシックあるんですかみたいな、そう、まあ、ジャズのイメージしかなかった、聞かれるけど、でも実際サックスは本当はクラシックのために作られた楽器だしっていうところもやっぱ発信していきたいし、これからちょっとね、また革命を起こしていきたいなと思うので、まあ、炎上しない程度に頑張っていきましょうや頑張れよいっす、てなわけで、ここまで見てくれてありがとう、ありがとうございました。それでは、グッバイ。